6月21日、大谷翔平は21号本塁打を放ち、リーグトップに立ちました。敵地で行われたロッキーズ戦で、大谷選手は先頭打者として出場し、1回表の初打席で本塁打を放ちました。これは2試合ぶりの本塁打で、ブレイブスの外野手、マルセルオズナを抜き、リーグ単独トップに立ちました。これは、ドジャー水石後初の先頭打者本塁打で、通算7本目となりました。 最後に先頭打者本塁打を打ったのはエンゼルス時代の2022年5月22日本拠地でのアスレチックス戦でした。サワン投手対ブラックとの対戦で大谷選手は4球目のシンカーを捉えました。ボールはバックスクリーンに飛び込み相手チームの中堅守がジャンプして取ろうとしましたが届きませんでした。この打球は時速101.5マイル約163.3キロ飛距離427フィート約130.1メートルでした。 この強烈な本塁打は、打者天国として知られる、クワーズフィールドで、大谷選手をリーグトップに導き、観客を驚かせました。大谷選手の先頭打者本塁打、おめでとうございます。最初は普通のフライかと思いましたが、クワーズフィールドのおかげで、ボールが遠くまで飛んだのかもしれません。あの方向に大きなフライを打てるのは、調子が良い証拠です。毎日のように、ホームランを期待できる興奮の時期が、今年もやってきました。次のホームランも期待しましょう。 水原の件は始まりに過ぎず多くの問題と急速な環境の変化があり初年度で良い結果を出すのは難しいと思います。しかし彼は本当に素晴らしい選手です。6月は彼の最も強い時期です。チームも好調で大谷選手だけでなくみんなが努力しています。ベッツの不在は大きな損失ですがシーズン後半で大谷選手が疲れた時にベッツが戻ってきてワールドシリーズの夢が現実になるかもしれません。 日本人である大谷選手が最も難しいとされるセンターへのホームランを簡単に打てるのは驚きです。彼が多くのホームランを打つ中で、昨日のような絶好の機会で素晴らしいパフォーマンスを見せることは、ドジャースファンを本当に喜ばせ、彼への好印象をさらに高めました。日本とは比べ物にならないほど強力な打者が揃うメジャーリーグでは、毎年キャリア最高の成績を上げる新しい選手が登場し、ホームランダービーに新たなライバルが出現します。 しかし、大谷選手やジャッジのように、何年もトップ争いを続ける選手は、メジャーリーグの歴史の中でも、ごくわずかです。そのため、大谷選手が、チームメイトや対戦相手から尊敬されるのは、当然のことです。ベッツが前にいなくても、フリーマン、高打者の、ウィル・スミス、テオスカー・ヘルナンデスが、後ろにいます。これにより、彼らのラインアップは、他の多くのチームよりも強力です。 先頭打者を歩かせる代わりに、大谷選手と対決し、1点を失う可能性を受け入れる選択をしました。そして、彼らは重大な結果を招きました。ベッツがいる時、投手たちは、次に大谷選手が控えているのを見て、プレッシャーを感じていました。これにより、9番打者も、良い球を選びやすくなりました。前の試合での印象的なホームランのように、チームの打撃成績は、向上しているようです。総力のある大谷選手は、1番打者としても、効果的に機能しています。 このラインアップには MVP を獲得した選手が2人おり、本当に無視できない攻撃力を持っています。今年、大谷選手は長年の支援者水原との別れ、上昇チームへの移籍、そして結婚という3つの大きな転機を迎えました。それでも大谷選手は昨年と同じ数のホームランを維持しています。本当に才能のある人は、どんなこともその強固な力を揺るがすことはできません。 人は変化に対して弱いものであり、それが成績に影響を与えることがありますが、大谷選手の能力は本当に特別で素晴らしいものです。私たちは、ますます夜のスポーツニュースを楽しみにしています。この21号ホームランで、大谷選手はオズナを抜き、単独トップに立ちました。現在、ドジャースがリードしており、チームの勝利を期待しています。これは、大谷の6月の7本目のホームランです。5試合で4本のホームランを打っており、彼は本当に好調です。 大谷が6月に10本のホームランを達成し、月間 MVP と週間 MVP の両方を獲得することを期待しています。トリプルスリーのタイトルを目指して、密かに競争しているにもかかわらず、これは彼がこのリーグで初めてのシーズンです。これにより、大谷の卓越した才能を改めて認識させられます。今年は投打の両方を行なしていないため、打撃に専念しても印象を強く残すのは難しいと思われていました。 しかし、大谷は三冠王のタイトルを争うことで、ファンを失望させませんでした。彼の打率は昨年よりも向上しており、彼がますます進化し、成長していることを示しています。打点王を獲得するのは難しいかもしれませんが、大谷が首位打者と本塁打王のタイトルを獲得することを願っています。今年のドジャースは、地区優勝の可能性が非常に高いので、ナショナルリーグ優勝、そして最終的にはワールドシリーズ優勝に進むことを期待しています。 しかし、メジャーリーグでは、打点以のタイトルが、それほど評価されないこともあります。彼が、打率、3割、40本塁打、そして、40盗塁を達成できることを期待しています。大谷が最高のオプスを達成すれば、彼は DH として、初めて MVP を獲得するかもしれません。シーズンが始まる前に、多くの問題が発生し、シーズンが始まってからも、彼の調子は不安定だったので、彼がベストパフォーマンスを発揮できないかもしれないと考えていました。 しかし、今では彼の得点ペースが上がり、リーグトップに立ち、スーパースターの本来の姿を見せています。今シーズン、彼とチームが重要なタイトルを獲得することを期待しています。ロッキーズの球場は、打者に有利とされていますが、誰もがホームランを打てるわけではありません。しかし、大谷は連続してホームランを打ち、6月の男の実力を示しています。朝起きて、このニュースを知り嬉しかったですが、アメリカ最古の球場での試合ではなく、ドジャースの試合を放送して欲しかったです。 大谷のホームランを生で見たかったです。いずれにせよ、この勝利で、ドジャースは、ロッキーズに対して優位に立ち、元チームのエンゼルスとの試合に、良い調子で臨むことができました。明日は放送があり、元チームに対して、大谷がもう一本ホームランを打つのを期待しています。今日のホームランを見るのは、素晴らしかったです。明日が楽しみです。大谷は、加速段階に入ったようです。少し前までは、調子が悪いと言われていましたが、今では、ホームランの数で、リーグトップに立っています。 私は彼がこれまでずっと先頭打者に向いていると思っており、この役割での彼のパフォーマンスは本当に素晴らしいです。ドジャースが多くの怪我に直面しているにもかかわらず、彼らが最善を尽くすことを期待しています。私は全力で応援します。大谷選手はもともと多くのプレッシャーにさらされていましたが、今年はさらに多くの試練に直面しましたが、それでも期待に応える素晴らしいパフォーマンスを見せています。 本当に素晴らしいことですが、結果以上に彼が耐えず努力し、成長し続けることが重要だと思います。したがって、結果がどうであれ、私は彼を永遠に応援したいと思います。21号ホームランの他に、大谷選手は、メジャーリーグでの通算775安打を達成し、日本人選手として、歴代3位に立ちました。 特に、彼は5試合連続で得点を挙げ、連続試合得点の自己記録に並びました。6月17日、現地時間、ドジャースの主力打者である、ムーキー・ベッツ選手が、ボールに当たって左手を骨折し、故障者リスト、イルに入りました。その中で、大谷選手は、6月の後半に入り、直近の5試合で、4本のホームランを打つなど、絶好調です。これにより、大谷選手が、今シーズンの打撃成績で、加速段階に入ったことが示されています。 ドジャースも大谷選手の優れたパフォーマンスから恩恵を受けています。彼の存在は攻撃力を強化するだけでなくチーム全体に自信をもたらします。大谷選手がラインアップに加わることでドジャースはプレイオフ争いで競争力を高めさらに優勝を目指すための強力な武器を手に入れました。しかし大谷選手の道のりは常に順風満帆ではありませんでした。彼はグラウンド内外で多くの試練とプレッシャーに直面してきました。 長期間にわたって高いパフォーマンスを維持するためには忍耐、決意、そして綿密な準備が必要です。しかし、強い戦う精神と野球への情熱で、大谷選手は全ての困難を乗り越え、今日の成功を収めました。大谷選手の未来は、さらなる印象的な成績と、記憶に残る瞬間で輝き続けることでしょう。世界中のファンは、今後の試合での彼の素晴らしいパフォーマンスを楽しみにしています。ご視聴いただき、ありがとうございました。 コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。